先発の松本に代わって2番手はボウ、ボウ高橋が上がっています。現在は交流戦首位で迎えているこの5カード目ベイスターズ。坂本は三振に退きました。先発に平が転向していますけども、去年は清水さん、平とあと水上が最優秀中継ぎ投手ということで、まあ、カチパチャンを中心にブルペンを支えましたよね。非常にそこがいい形で機能しているなと。カチタニもね、先発をスタメン続けていますし、オコエもこうやって一軍に戻ってきました。そんな13打点の交流戦はしっかりと思えないんですけども、ただそういった中でね、うまく持ってきてますよね。ここはインサイドのボール、力のあるボールです。